ベルナデッタ、ちょっといいですか？なんでしょう、ベルはやましいことは何も。その言い方だと何か傷があるように聞こえちゃいますよ。すぐに対応すべきことがあって、暇な人を集めているんです。と言ってもこの3人だけですけどね。対応すべきこと？きっとメルは役に立てないよ。そうね、賊の討伐なんでしょ。しかも弓で戦いにくい洞窟ではね。ベルナデッタがいない方がすんなり終わるんじゃない？戦い？いいとかひどくない？ベルだってやるときはやるもん。一緒に行ってあげてもいいんだよ。来たくないかと思って行ったのに。まあ来るって言うならそれでいいけど。それならやっぱりちょっとベルは遠慮したいというか。他に人はいないの？どうしてお休みのベルを？多くの人が出払っちゃってるんです。申し訳ないとは思うんですが。確かに今日は人が少なくて過ごしやすいなぁとは思ってたけど。時間がないのだ。敵に気づかれれば逃げられてしまう。外務教のゲルズ公ですよ。会ったことがないんですか？そういえば会うのは初めてかもしれんな。母君にはよく助けられているよ。お母様に？それはそれは日頃からお世話に。いやいや、彼女の才覚に世話になっているのはこちらの方でな。挨拶もいいんだけど、時間がないんじゃなかったの？そうだった、ベルナデッタ、君にもかいつまんで話しておこう。私は2年前、失われた遺産であるドローミの左官の入手に動いていてね。それを知ったと思われる怪しい輩が私の周囲に潜んでいたのだ。おそらくアランデル公の手のものだったと思われるのだが。私が行方不明になった後、父、オークス男爵に接触した者がいたんです。そいつらの調査をしているうちにゲルズ公の周囲にまでたどり着いて。つまり2つの怪しげな動きは同一の組織のものだったというわけだ。その人たちと戦うってことですかね？ええ、そうです。ついに彼らの潜伏拠点の場所を突き止めましたので、動かれる前に一挙殲滅といきましょう。エーデルガルトさんもヒューベルトさんも皆さんいないもんね。ベルの花との時間が。こうなったら他の日にいっぱい引きこもってやるんだから。こんな日に発見の報告があったのが不運だったわね、ベルナデッタ。うん、こうなったら敵相手に大立ち回りを演じちゃうんだからね。さあすぐに立ちますよ。帝国に、陛下にあだなす者たちに痛撃を与えてみせます。私はそこまで腕が立つ方ではないのでな。皆の頑張りに期待しているぞ。ん？ここがそうなのか？一見すると山賊の住みかのようだが。偽装してるみたいですね。
まずは外にいる山賊まがいの連中を排除してしまいましょう。私にお任せください。恐ろしい人たちがいっぱいじゃない。やっぱり来なきゃよかったよ。心配いりません、ベルナデット。あなたなら向かうところ敵なしですよ。そうかも。それなら、ビル頑張っちゃうから。落としたいですね。ところでゲルズ公、どうしてあなたは失われた遺産などを求めて？おや、聞いていないのかね。陛下のご指示だ。万法教会再建により教団の了承を得るための交渉材料として大司教に譲ったのだ。どうにか落として引き込まれる場所を。私にお任せください。そういえばオックス男爵は元気かね。多忙ゆえこのところ会えていないのだ。元気ですよ。望まぬ家督継承でしたが、徐々に領主の地位にも慣れてきたようです。いよいよ敵の拠点に侵入しますよ。洞窟の中へ。
私に任せといて。さあ出るわ。ベルの出番ですよ。そう、少し休んでて。攻めてきた奴がいるだと。どうやら敵も気づいたみたいです。戦いが激しくなりますね。ベルの出番ですよ。うまくいくといいけど。やエイチとセイセイデアヤタイデアにお任せください。問題なかったわね。もしかして私楽ってきちゃう？あなたたちの負けよ。効率よく落としたいですね。私にお任せください。まだ終わらないですか。ほっでやはっけいやっやっせいふっせいさやっさやっえいっえいっふっふっお任せを。成長できたみたいですね。はあ、戦いの連続で厳しいな。どこかに休めそうなところは。あっちの洞窟はどうですかね。引きこもるのにぴったりそうですけど。
そっちには。少し休んで。やっと。やっと。強くなった感覚があるわね。かなり数が減ってきたようだが、状況はどうなっておる？居場所が暴かれていたか。獣どもめ、無駄に鼻ばかり聞く。あれがこの拠点の指揮官みたいですね。最後まで気を抜かずに戦いますよ。意外と元気というかたくましい娘だが、話に聞いていたのとだいぶ違うが。まだです。どんな企みがあるか知らないけど、撃たせてもらうわ。貴様はまさか。やりましょう。やり合っては分が悪いか。手助けして欲しくて。準備はいい？敵を燃料つけてやりましょう。終わりです。忌々しい奴らめ、このようなところでわしは死なぬ。逃げられましたか。目的は半分達成ですね。ああ、やはり油断のならぬ奴らよ。陛下に報告せねば。まだまだ。この力で私は壁を越えてみせる。とんだ強行軍だったけど、ひとまず無事に終わってよかったわね。ええ、二人とも助かりました。ありがとうございます。私も安心して戻れるというものだ。バーリ伯爵夫人にも土産話ができたしな。君のことを心配していたからな。何も問題ないと伝えておくよ。よろしくお願いします。
では私は先に失礼させてもらう。今まで出会った帝国貴族の中で一番まともというか普通の人だったわね。信頼できそうっていうか、実際どうなの？見たままの実直な方ですよ。自分の家を大事にするという意味では貴族の礼に漏れませんが。そんなものかしら。ベルナデッタのことも気遣ってくれたし。それにしても洞窟はいいな。澄んだ空気がよどんでるっていうか、引きこもるには最適な場所だよ。澄んだ空気がよどんでる？うん、山の空気は澄んでるよね。その空気が洞窟にたまるのがいいんだよ。うん。でもこういう洞窟は魔物たちの住処になっていたり、今回のように賊の根城になっていたりすることがよくありますよ。引きこもるのは大変だと思いますけど、命がいくつあっても足りません。そういう考え方もあるよね。確かに一人では危ないかも。それに大雨で水が染み出したり、嵐が来て崩れる可能性もあります。やっぱり引きこもるなら人の作った住居じゃないと。なんでそんなに脅かすの？もうベルは洞窟に引きこもったりしないの？ちょっと、今までだって洞窟には引きこもってないでしょう。そもそも引きこもってないし、いつも顔を合わせてるよね、私たち。そう？前に顔を合わせたのっていつだっけ？ひどいよ！なんでそんなこと言っちゃうの？ごめんごめん、今のは私が悪かったわ。わかればいいんだよ、わかれば。気をつけてね、本当に。これにて一件落着ですか？では、戻りますよ。